皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ソウル難民の味噌汁です。ソウル難民のアイポンです。ゲン王者こやみんです。これ王者の風格出してくるな。王者の風格だね。王者もういくらでも食べていいって言われた。でもゴミはゴミ箱に捨てられます。ポイってどっか捨てたでしょ。王者っぽいっつって本当に。というわけで前回ワクサがこやみんが圧勝、今日は私とアイポンが戦う。育ててきた。あ、今育ててきた。負けられない。絶対負けない。てか負けたくないし。じゃ負けたら何してくる？何なのそのまだ抜けたさ。あってサイコパス考えてなかった。サイコパス特有のまぬけの顔。サイコパシー。サイコパシー。サイコパシー。クロスカットで止めたいわ。はい、ということで今日はですね、ワクサが第4話、味噌汁 VS アイポン。ビリは誰だ決定戦。イエーイ。バンバ。何それ、やばくない、その余裕感。なんか別にいいかなと思って。でもさ、私たちめっちゃ頑張ったからそろそろ追いついてるよ、こよみんに。そうかもしれない。こよみんがまた前回同様爆上げしてなかったら、ね、レベルをはい終了なんか思ってるキャラもおかしいし、待って、おかしいし。ということで私の進捗ドーン。やばいっしょ。触らないでくれ。とりあえずアーサーとモドレットのレベルを80まで上げました。あ、なんかさ、強い人がさリーダーにしてるキャラが3体もいるんだけど真ん中右左みたいな。わかるわかるわかるよね。いや、なんかね、ジャンヌを単発で当てちゃったんですよ。やばっ。え、単発です。開発開発開発。やめろやめろやめろ、一生懸命やっとるんやこちら一生懸命やっとるんやで。でその次の日にまた引いたんですけど、うん、10連を。じゃあイスカンダルが出て縦役もせやね、できまして。なんてよね、イスカンダル。あ、まあ、こんな感じ。なんで、いやいやいや、なんだってアーサーとさモルデモルモルデモルデ誰アーサーとモルデやばいよね。いやでもね、この2人のおかげでもうね、もうクエストの進みがすげえ早い。もうそうなんだ、強いよね。すごい強い。闘技場もすごいね。やっぱ勝てる、こいつらがいることによってもうガンガン勝ち進んでいって今2つです。だってさ、こい闘技場行ってさ、頑張って思考するんだってやってさ、アーサーとかにさバーンってやられてさ思考ボクサーもいいじゃんみたいな。そうだよね、感じのやつが一方的な暴力だもんね、うん、でも思うんだけど、なんか強くなればなるほど脳筋プレイでいける。あ、本当に、うん、あ、もう先に手を出しとけばみたいな。そう、もう勝ちみたいなところある。いや、なんかもう私すごく悲しいお知らせがあるんですけど、何度10連しても虹の星しか見れないんだよね。キラキラ、同じく同じく同じく、ね、だからすごい、ちょっと多分3人の中で多分一番課金したんだよ。そうだね、うん、笑ったもんなんか秒で親指すんってやって課金して引いて、うん、未だ星5体揃わないんだよね。そうだね、なんだろうね、なんかね、まずあのツイッターでさ、こう一回出したんですよね、彼女がもう、うん、10連しました、うんうん、しました、ドーンって出して、でドブじゃんってドブじゃんって私が速攻で言ったやつがあれ課金したやつ、確かね。そう、だって334334みたいな、すごいよね。だってあの私本当にお恥ずかしながらあのエンジンが虹になるとか見たことないんだよまず青青青から始まるから、青青青で青よ、金にならないの。金にならないの。青から金わーって変わって虹になる可能性もあるからね。ここちゃんとねスクショもあるんだけど、高50で金になってないからそれはやばいね。やばいよね、引いてるの間違ってるんじゃないかと思って何度も確認したんだけど当てた。なんだろうね、なんか、ね、哀れんでほしい、うん、でもそんな君でも思考すれば勝てるんだよ。そうだよね、そう、ただしアイポン、なんでおいきなり何その悪口、びっくりするわサイコパスの人って何、一人いきなり悪口言う、あ、ノンズしてるなんで私がサイコパスの設定なんだよ。サイコパスなんだもん。違う、バサイコパスサイコパス見たことあるもん、ミソシーが家の前でありつぶしてるの想像だけどはい、はい、というわけでこよみんがちょっとあまりにも最強なんで、うん、私たちはちょっとおとなしくビリ対決をし、うん、次週はこよみんが開発の人と戦うイベントがあるのでガチバトルをそこで見ていただいて、うん、もし負けそうだったらもう物理でいこう思考する能力をさなくそう。なるほどね、うるせえぞーって言ってやろう。決勝行こう。
よし、いこう。はい。というわけで今日は、味噌汁バーサス iPhone! というわけで、味噌汁バーサス iPhone! のお時間でーす。頑張ってね。まずはちょっとパーティー紹介からいきますか。はい。iPhone! はい。私のパーティー。あのさー、何？強くね？そうかな？普通に強くね？そうかな？強キャラいいんじゃん、3人も。そうなんだよね。あのモルドレッド今日引いて、すごいよね。さっき引いて、うん、そうで感動だった。ジャンヌダルクはこの間引いて、あとはまあジェイクフリートをまあちょっと前に引いて、でケイが星4なんだけど強いって聞いたから頑張って育てて、でケイのマテリアルボードはこうなってる。あ、え、すげえ。お星様キラキラないかい。キラでしょ。こいつマジいてほしくないな。いるよ。的に。いるよ。久しぶりな気がするもん。やだな。そう。はい、そして。で、全然まあモルドレッドは引いたばっかりだから育ててないんだけど、とりあえずまあちょっとでも味噌汁をボコボコにしたいから。今レベルマックスといいわ。そう、今上げた。頑張って。おー、すげえ。でも攻撃力とか HP とか全然ダメ。いや300あんだろ。485しかないもん HP。時間はまだ。いや、やばいよ。はあ、強この中で一番、うん、そうだね、攻撃力あるのは多分ジークフリートかな。見して見して。362、うん、当てるよ。うん、こうなってる。うわー、がっつり星を入れてるね。そう、やっぱ星じゃないとね、なんかちょっとでも我慢して、だって弱いやつつけたらさ、外すのにもソウルがいるから、それだったらもう我慢して大きくバンバンってやっていこうと思って。そう、ケイでちょっと守ってもらって、してみて、あとは火力の強いメンバーでミソキよ、ミソキ、ミソキよね、ミソシを叩き潰すっていう、すごい戦法に思考してる、思考してる、思考してるよ。やめてくれないかな、本当。私びっくりするよ。悪夢の中で見る。何すごいの？前回から何十連もしてるし、個人的に課金もしてるのに、うん、あれからいいキャラ一回も引いてないから。またまた。かわいそし。じゃん。かわいそし。レディのためなら命なんて安いもんさ。そもそも。星5、純正星5が4体しかいないの。4体しかいないよ。違う違う違う、こういうレベルじゃないんだって。パーティーに入れられる星は3体だから。あ、そういうこと。しかも、攻略サイトとかで比較的下の方で、あ、ランクが、なるほどなるほど、ね、4体上2回下の方だから。 A、S、A、B、C で言ったら C みたいな。 C ちょっと勝てるかもしれないでしょ。すごい不安だったけど、ちょっと私のね、うん、私のあの心の奮闘を皆さんにお教えします。うん、ダンスパーティーこんな感じですと、あと45までランク上げたんだね。そう、なんか待って、やばいだろ。私アテナとかもうだって使ってないよ、最初だけで。ちなみにアテナはなぜ入ってるかというと、うん、5体目の入れられるユニットがいないから。ワンちゃんはフェンリル入ってる、入ってる、可愛いから。いや違う、唯一の星5で。あ、そうなんだね。星5でちょっと使えるから。やばくない？一覧見てほしいんだけど、うん、ね、ユニット強化でいいや。ほら、やばくない？星5いないの。この子強いんじゃない？リリスだっけ。これ育てたら強い。これ無料のやつだよね。そうだね。こんな形でゲオルギオス使うかな。でもこれ私だったら、うん、強いよね。バレンタイン攻撃あるからね。間に合わないよ。もう耐え聞いてくれればよかったな。可愛らしいよ。あー、間に合わなかった。間に合わなかった、うん、残念。だから心のね、私の頑張りをちょっと見てほしくて、うん、まずジグリーと、うん、こんな感じでよく見るとちゃんとあの速さのついてるやつとか HP ついてるやつ、 HP こいつ低いから、これはこれか、これと、うん、その速さを寄せて星を作ってみたいな。マテリアも全部一回外して考えたんだ。リスカンダルも、え、もう攻撃特化じゃん。あ、こいつしか全体攻撃ないから。強いね。思考してる、思考してる。星もあの本当にあの四角ぐらいのところに攻撃力4見つけたから、4を全部寄せて集めて星まで持っていって、だから合計19プラス4プラス4プラス4プラだから31みたいな。へっていう、もう涙ぐましい努力、この速さをちょっと上げて一手でも早くちょっとやろうみたいな。攻撃334、え、大丈夫かな。攻撃なんか上げてないもん。なんか全体的にさ、防御も速さも HP もあった方がいいのかなと思ってあげてた。いや、もうね、あの教員に持ってる人はそれでいいんだよ。教員ってない人はどっか尖らせて
あの一発で行くかやられるかの二択しかないんだよ、ね、つまりまぐれってことだよね。そうまぐれを狙うためだからっていう感じだね、はい、頑張りでした。戦おうよ。戦いますか。もう勝つ気満々じゃん。戦おうよ。今日早かったもうねえだろうねえだろ。悔しいけどちょっと粘りたいと思います。頑張ってね。明らかにパーティー見て負けるけど粘りたいと思います。いやマジやべえなこれ。はい、どっちから。あれ私やね。見てみよう。ディクリートが見とっていいの。ディクリートがえ、K 強ないそっち。お K 行ってんじゃん。はい、思考して思考思考思考。いやバカそう。殴る殴るできてね。今こういう人ここだからね。そうだよね。あ、私パーティー間違えたかもしれないよしやべえ、もう一回でもなんかさ、自分思ったよりも低いんだけど、HP とか。あれと思った。なんでえ、闘技場一緒だよね。一緒だよ。何言ってんの。なんでうん。こういうとこも。考えてるね、思考してる。思考してね。いや、やばい。さあ、パーティー間違えたら、私。うわ、来た、あいつ、マジで。うぃー、死なない。痛い。お死んじゃう。おっおいもいいっすか、ケイミさんで。いいよいいよ。はい、このダークランス。あ、硬いね、この子。死にかかってしまう。やばい、あいも待って、思考してるんだよ、あい。これでも思考できてるんだよ。あ、よかった。耐えた、耐えた、耐えた。おあ、やばい、ケイミさん取られちゃう。こうだな。速さを上げてるのはいいです。あ、キーフリートもともと速いし、ね、うん、これはね、先に K を犬で潰してアーサーに届くようにしてます。なるほど、なるほどね。どうしようかな、どうしよう、もう考えた方がいいのかな。やっぱもうね、君は脳筋しか今のところないんだよ、やることが今のところやっぱ納金してれば普通に勝てるんだよ。あ、本当に。うん、とりあえずでも あげたい、あげたい。これキッズ、どうせ今度は使うでしょ。よし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 。お、完全にもう手の振り戻れた。あ、惜しい。あ、痛い。死なない。くそ、死なない。おい死なない。そうやろう。そうだね、ジークリートのアタッカーなんでね、とりあえず潰しとこうっていうやつですね。はい、決まったなこれ。死なない、どっちも。リジェ、それうわー、そっちか。いいよ、もうスタンでも何でも来いよ。アイポン、これスタンだったらどうするけど。スタンって何。一旦何もできなくなるやつ、確率だけど。ならない、ならない。これ運じゃん。ならないよ。しばく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 。いやー、そっちにね、先手打たれるとちょっといいんだよね。だってアイポン、これは私の作戦はアーサーを犬で殺し、モルドレッドを手順より先にジグリットと K で倒す作戦です。犬って言ってたよあとね、ジャンヌ、ジャンヌ、ジャンヌ。あ、そうか、アーサーじゃん、ジャンヌ。やっぱ手順がね、大事だね。あ、スタンになっちゃった。これ一回も食らわないから、私多分。いやー、これは。あ、入ったー。嘘でしょ。アイポン。すまんね。すまんね、アイポン。一回も食らわないわ。ちょっと待って。嘘じゃん。ギリ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 。だってミスシまだ5体全部生き残ってるから。嘘じゃん、嘘じゃん。俺思考だよ、マジで。そう、本当思考。こんなに実力差があっても勝てる可能性。がかばって死んでくれるかもしれない。手かばわないかな、見た目。いや、見た目はかばわないな。かばわないよね、うん、初手だよね。そう、だからムンターでも間違いない。うん、1回か取られた。あ、取られないか。いや、かばわない。2回かばわないか。
OKOKOK。 マジで？マジ知らないの？オッケー。勝ちだ勝ち勝ちだ。あーいもうごめんね、やっぱ私頭いいわ。俺は思考だよ。いやまだわかんないよ。まさしく思考だよ。うわこれはマジで勝てると思ったのに。すごいね思考だな。自分とか考えてない人だったね。考えてない。あ、汗、奇跡奇跡。あ、マジで奇跡。なんとかなるかも。あ、そうだろ。もういった、もういった。あ、やばい。人と当てるよ。なんかめっちゃビリビリしてんだけど。大丈夫かな。なんかこれ誰を潰したの。そうだね。どうして。私だったらベルセルクですね。はい、つけるか。食いつける攻撃やっぱもう殺す気満々。絶対殺すマンだわ。あーかわいいな。あー痛い。あー死んじゃう。死んじゃう。あーすごい。すごい。やっぱ IQ の違い。これすごいね。嘘でしょ。やったマジ。私途中勝ち確になって手震えたもん。ちょっと待って、もう一回見たい。もう一回対戦してほしい。嘘でしょ。いいよ、やったちょっとさ、これファーミンやってよ。ファーミンやって。違う、今のはバカだから勝った。普通に戦われたら負けるから。いや、分かんない。ちょっと待って、やって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 。ちょっとこれ面白すぎるね。これなんか火力を出した時に、なんかこれ戦う時に順番ってすごく大事で、誰から打つか。後手のやつで火力の高いやつをまず最初に潰さなきゃいけないんだよ。攻撃力が一番強い人ってこと？そう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 。だから例えばモルドレッドとかさ、手順遅かったじゃん、だからモルドレッドの番前に、モルドレッドの前に3体で全部攻撃すれば、モルドレッドはそのターン攻撃できないって死んじゃうから、っていうのを考えて誰から潰すか分からない。なるほど。だからジークリクリートをすごい必死にやってるけど、ジークリートって初手で攻撃してくるから、まあ攻撃通ってから死ぬから役割を終えれるんだよ。どっちかって言ったら犬とか、まあ、早くしてるからダメだ。ダメだ、ごめん。本当に早さが遅い子を殺して一手でもダメージを受ける数を減らさないとダメなんだよ。こんな難しいことやっても分かんない。思考だね。やばい、おかみ。いいよ、ちょっとこれ重いね。いましょう。ダントツで多いっていうのも面白い。ダンスで弱いんだよ。負けたのに。やばい。速さがね、女子ね。マジで面白いな。面白いよね。絶対分かってないのに。そうくる、そういう手もあるよ。こういうのしっかり入れてるわ。バフ強化に場所を入れるとかね。スポーツでは。そういうことですよ。そういうですよ。 K を捨てるか捨てないかの判断ですよ。 K を捨てるか捨てないか。死なないんだよ。何を言うの？お、変わりだよ。今日やめろ。ダメよ、じゃあ変わりだよ。ジークフリートは思考中です。はい、これね、育て方間違ってる。マジででしょ。私結構思考して育ててる。そうだね、思考力試されてるから。どうしよう。あ、次の問題？これね、でかいね。この思考力はね、でかいよ。でかい。あの、火力のあるやつを速さと火力めっちゃ特化して。あー、そうそう。もう早く手を出して早くやっつけるようにする。そう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 。敵の火力をぶっ飛ばさないと勝てないから、このゲーム。でも、まだまだないよ、し。
気せずに去る。邪魔よ。あ、入ってるか。これを私に任せて君休みます。一発やろうですけどこれむずいな。これねやるかやられるかな。負担かからないでほしい。でもどうせこれは多分ジークフリート狙われるから先にかかってもかかっても後で攻撃してもどうせ死ぬんですよ。チカバチカにかけないとっていうやつ。あ、まあ確かに分かってる。本当に分かってるよ。死ぬ前に攻撃して勝ってるんでしょ。上がったー、イエーイ。え、でもこれさ、とりあえずこっちを。しかも犬かよ。違うの、もう一個あるから。ベルセルクはどのくらい強いかによるんだけど、よし、チェッカーだうわ、マジ悔しい。これ負けだ。うーやったー、やがったいや、これ負けだね。いや、分からず切れない。どっちもだ。え、4人だ。雲残り1だ。どっちも切れ。もう、2手先に取られてるから。あー、犬とあれが死んだら、やばい。とりあえずカウンタクトが死んだ。いやー、その取り方マジうっとうしいやつだ。いや、カウンターって全然取んないんだっけ。うん、半分だよね。だから絶対勝てる。うわこれやばい。いや、でもこれギリだよ。うわいや、スタンしたのはでかい。やっぱそう、うんだよね、まあうんだよ。しゃうわ、負けだ。いや、これは負けだね。あ、もうこれ一発で。あー、負けだー。うー、負けだー。スタン、なんでかかるんだよ。あれ、スタンかかってなかったらワンチャンあったよ。でもまあ、ここで。いやー、何かも小さな優しさ。やめてくんないかな。やめてくんないかな、そういう小さな優しさ。いらないんだよね。あー、悔しい。いや、でもこうやってカウンターもう完全勝利のためにはカウンターの潰しがないで。なるほどってことですね。よかったー、勝ちました。あー、負けたー。でもこうやってね、思考していくっていうことですよね。思考してなさそうだ。難しいよ。意外とでも多分育て方的にその私が変化球でいくから、変化球っていうか要は補足なんだよ。サイコパスだよ、やっぱり。そうそうそう。え、でもすごいお見事だった。ミノシル、やったー。わかるわかるわかる。これすごいよ。この星5、しかも割と順位で下位の方のやつがいる中、じゃあさ、でもね、あれだよね、待って、今見たらさ平均レベル iPhone の方が低いわ。どれ、ほら、あ、本当だ。ミソシーの方が強い。今さ、ミソシーがさ勝ったってことでさ、あんまりその強くないキャラがいても勝てるってさ、みんなの希望になったんじゃない。考え方次第で。ただしサイコパスにならないといけない。違う、これに関してはミソシーもすごい考えてたけど、どっちかっていうとアイポンがバカだったんだから。そうなんだよね。あのアイポンがバカみたいに前からウェーウェーウェーって、誰が先に攻撃するかとか順番見てなかったでしょ。そうそうそう、6人の順番をまず確認したい。誰かが仕方ないわね。そんな、なんか姑息な考え方できない。バカってすごいね。まあ現場なんじゃねえのか。はい、はい、というわけでそんな感じでミソシン VS アイポンは無事ミソシンの勝利でした。すごい、おめでとう。はい、というわけでね、ワクサガ、本日のワクサガはなんと思考バトルをお届けいたしました。いやー、素晴らしい。アイポンがね、バカだったからね。そうだよ、アイポンがバカだったからこれはできたんだよ。そう、アイポンがバカじゃなかったら私はボロボロに負けたの。ユニットの差で、ね、キャラクターの差で、ね、アイポンがバカだったおかげでいい映画撮れた。よかったよかった。もう今日無理やい。メンタルが無理やい。もうバカ、
らされた。いやすごいよ、すごい、本当神様だわ。でもみそもやっぱね、うまかった、すごい、あざまーす、素晴らしい、ありがとうございます。ボコボコにするって穴に引き込んでたのに、フラグポンだったフラグポンだった。本当フラグってそんなするんだね、すごいね、自然と。はい、というわけで、はい、今回はこんな感じの枠さが動画でございました、はい、次回はですね、開発の方とコヨミンが勝負でございます。はい、皆さんもそんな感じでユニットをね、ユニットの特性に合わせて育てて、パーティーを組んでちゃんと思考して対戦バトルしましょう。また見てください。じゃあねー、バイバーイ。めっちゃコメントにバカって書かれそう。何笑ってんだよ。